はよう。昨日は僕の太陽公演ありがとうございました。楽しかった。なんかあんな感じの豪華な生誕祭になると嬉しいなというふうに私も思いました。12月6日の僕の太陽公演、私の生誕祭も受付中ですので、初の生誕祭なのでね、たくさんの方に来てほしいです。落選が出ると嬉しいので、ぜひ平日でも昨日すごく集まっていたので、金曜日という集まりやすいね平日なんじゃないかなというふうに思いますので、遠慮なく申し込んでいただけると嬉しいです。ぜひ来ていただけると嬉しいです。お待ちしております。落選出るようにのピヨシじゃないからとか関係なく申し込んでいただけるとありがたいです。どうもありがとう。昨日のね、お手紙をココアさんでね、卒業メンバーさんからの卒業というかね、お手紙っていいなってやっぱ思いましたね。裏山って感じ。おはよう。ねえ、生誕誰がお手紙になるかな。ねえ、お手紙泣きそうになりました。私なんかここら辺までくってきてて、目くるくるの手紙を読んでる、手紙をね読んでる時に、もう 2.5 の時にこら辺まで来て、でいつの間にかツーって流れてましたね。今日もちょっとか手紙を考えます。どんな手
にするか。迷う。で親族からの手紙って一番泣けるじゃないですか。で私特に家族ごとにはすごくものすごく弱い人だから、あのセーター祭で大号泣みたいなのはねあんまりしたくないか結構ね恥ずかしいものですよね。うん、嬉しい。予想はね、難しいですね。みちさんとか南さんとか、もうピナさんとか、オキさんとか、ほのたんさんとか、あかりんさんとか、まひなさんとか、あおいさんとか待って、全部今1期生しか出ないやばいやばいやばいまあ、あとはいやんさんとか、かりんさんとか、うん、パさんとかありえますよね。いや、あずみんの時は空はさんですよ多分あすみの時はソラハさんですよ多分もうそれか家族か、クルアーズのあクルクルか、うーん、 あそこはね硬いよねはいよ。あとはそうだね、元キャプテンからっていうのでみちさんが、ね、うん、それはあるかも。ありがとうございました。楽しかった。さあ、昨日あずみんが夜予想してたのは、りょつんは親からじゃろうって言ってたなんか両親から来そうって、なんか、うん、私もそんな気がする。うん、嬉しい。中高生のなんかしっかりしてるな。そんなそんな嬉しい限りです。うん、わお、頑張って、うらまか、はい、どうだよ。
なんか 2.5 期4人が揃う僕隊公演って本当に最後の僕隊公演のありが今までありがとうございましたみたいな 2.5 がで最後っていう言われてたあの公演から集まってなかったのでね、私それはびっくりです。 2.5 4人一回集まったイメージでした。集まってなくて、うん、そう最初はあずみんが出てあずみんリオツでしばらく出て、まあ、くるくるが入って最後に私が入ってねえ、来月もね集まりますね。みんなセーター祭でじゃあだから私のセーター祭で来てね、うん、うん、10分前から異常に甘エビを食べたい。ほほ寿司屋さん行きますか。甘エビか。市場に行きますか。どこに売ってるかな。美味しい甘エビがいいよね。うん、申し込ませていただきました。偉いぞ偉いぞ、申し込むだけで偉いぞ。私は普通に皆さんに来てほしいです。もう来てくれたっていうのだけでも感謝感謝なので、うん頭から食べるタイプ、尻尾から食べるタイプ。尻尾から食べる、え頭じゃない、頭、うん、ピリピリってやって頭ポンって抜いて、で尻尾の方もピリピリってやってシュッポって抜いて噛んで食べるかな。どういうこと、頭から食べる、尻尾食べる、なるほど。あの頭、ユシといえば頭からなのかな。尻尾持って食べたり、あーエビフライみたいな感じもしかして。あーそういうのだったら、その確かに頭から食べますね。尻尾持ってというか、まあ尻尾が最後に残るか、まあエビフライとかだったら食べちゃいますけど、フライされてるので、うんうん、胴体しかないねそうそうそう、胴体なのよね。たい焼き向けだし、そうそうだね。たい焼きね、うん、どっちから食べるんだろう私。気にしてないかもですね。なんか頭から食べると幸せが詰まってるみたいな、賢くなるみたいな、いろんなね噂を聞きますね。魚の目は賢くなるそうです。本当にお母さんにね、お母さんかパパにね言われてね、あの 目玉が
皿の上にあって顔があってね、で目玉があったんですよ。でこれ食べれるのってなんか そしたら魚の目は食べると頭が良くなるんだよって言われて食べましたね。なんかどんな味だったかちょっと忘れちゃったんですけど、効果あったのかな。当時効果はあったかもね。当時効果あったよ。まあそのおかげでね、小学生の頃は良かったかもね。まあ今は平均的な、平均的なうん、一瞬ね。でも結構私内臓好きだから、まあ、内臓好きというか食べれるというか、あれね、そんなに目玉も躊躇なく食べてました。うん、消えるが、まあ長年使ってたら消えちゃうかもしれないよね。確かに。またね、食べるしかないですね。卵の目玉焼きがいいです。なるほどねそうだね、同じ目玉でもね、卵の目玉焼きがいいよね魚の目玉焼きとかね、怖いよね目玉焼きって言った方が怖いからおはようございますコアコアだね。あ、目玉噛んじゃうタイプ？あ、本当。なんかあのいちごミルクとかってさ、中にさなんか入ってるじゃないですか。で溶けてきて、あのそろそろかってたら、ふわーってなりそうだなって時には噛みますね。でもそっからは食べてます。かいってふわーってなったら食べてます。美味しいですよね。うっかりには、どうでしょう、やってみるしか。すごろくてうん、ではそろそろ終わりたいと思います。いきます。ジュディーイズヤシティさん、ありがとうございます。テレビザリリさん、キピマチありがとう。イルミネス月マガさん、ありがとう。エンテニン月、あーじゃあまだ、あ、イルミネス月マガさん、ありがとうございます。ありがとう。テレビザリリさん、ありがとうございます。エンイズカゴベニさん、カサミさん、 Thank you。 エンイズオオコテさん、ありがとう。テレビザトシ君、ありがとうございます。イスウルベさん、ありがとう。フィスデビさん、ありがとう。フォーエルユズキさん、ありがとうございます。セルエタイファイヤーさん、ありがとう。セカンデズマキさん、フィキブルマキ、ありがとうございます。フルエズナカちゃん、おめでとうございます。そしてありがとうございます。ありがとう。本日も皆さん配信ありがとうございました。今日も一日頑張ってください。学校の方、お仕事の方、頑張ってください。ナビちゃんも行ってきます。夜勤明けの方はゆっくり休んでください。またねー。ありがとうございました。楽しかった。